青木草は、浮草赤の青木草属に属する、水草の一種であり、池など淡水域の水面に生育する。特に水田では極めて普通に見られる。養状体は、長さ3、6ミリメートル、一本の根を持ち、根の先端は、A 頭、根の基部の鞘には、翼がある。日本に分布する、青木草を、競技の青木草と南国青木草の二種に分け、 さらに前者の中に亜種として、北陸は大きく差を認めることが提唱されている。水面に生育する浮遊植物であり、養状体と根からなる。養状体は東卵型から楕円形、基部は左右不相性大きさは 36x に4ト、mm、ル比較的薄く山脈があるが時に不明瞭。養状体は表里とも黄緑色から緑色であり、 紫色を帯びることはない。養状体の裏面からは一本の根が生じており、根の長さは7センチメートル。先端は、栄頭、熱小気部に翼がある。養状体の気部側面から、新たな養状体を形成し、出荷状に増殖する。単独、または3、5個の養状体がつながった軍隊を形成している。夏季は7、9月、養状体側面に盛んに花をつける。 花は2個のおしべと1個のめしべからなる。おしべとめしべは同時に成熟し、自家受粉によって、高確率で結実する。種子は長大円形、0.60.7x0.40.6mm、1826本の縦油、4482本の横あばらがある。秋になると養状態は越しし、種子で、越冬、56月頃に、 種子から発芽した幼体が見られる。青浮草は、水田工作に適応して、このような一年草の生活史を取るようになったと考えられている。ただし、亜種の北陸青浮草では、養状態がデンプンを蓄積して水底に沈んで、越冬する。また北陸青浮草は、根の先端が螺旋状にねじれることが多いが、夏の状態では、青浮草と区別するのは困難。 染色体数は 2m イコール約70。北海道から九州に分布しており、このうち北陸産の一部は、亜種の北陸青木草とされる。海外では普通独立種として扱われないため、日本以外での分布は不明。水田、地層、溝などの淡水域の水面に生育し、特に水田では極めて普通に見られる。かつて、日本産の青木草は、単一種と考えられ。 レムナ・ポスコスタタの学名が当てられていた。しかし、形態や生態、生理的特徴、葉緑体 DNA の RFLP などに基づき、日本産の青浮草とされていたものを、以下の二種一野種に細分することが提唱されている。ただし、形態形質については、環境条件での変異も大きく、正確には、一定条件下で培養した個体の観察が必要となる。 南国青浮草一方で、これらを全て同一種とし、レムナ・エキノックシャリスの名を当てている例も多い。しかし北米カリフォルニア産のレムナ・エキノックシャリスと、日本の青浮草を交配した、結果、不成功、または、雑種不燃であったとされる。ありがとうございます。